日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。メラビトQでございます。ファントムブレイブもう一人のマローネ編、今週もやっていきましょう。というわけでね、また少し鍛えてきて、まあ大体レベル20ちょっとかな。ぐらいにしておきました。で、第3話ですね。第3話をやっていたところです。次は、ごめんなさい。あ、そうですね、前ね、クローネに嘘をつかれて、この草の茂み島に行ったんですが、今週はね、風遊びが島にサルファーがいると、クローネが言ってたんでね、まあ、そこに行くといった感じでございます。それではやっていきましょう。ごめんなさい。ここでもないようです。え？ここでなかったら、緑の森人島ですね。やっぱりな。俺は騙されねえ。お前は何を狙ってる？待て。使い魔の気配はあるようだが。今度はスプラウトの体か。ま、どうしたんだスプラウト。未だ衰えぬ鍛え抜かれたこの肉体、首の僧帽筋、分厚い大胸筋、厳しい修行の賜物だ。違うか。確かに御年85とは思えぬ体つき。しかしご自分で褒めるのはどうかと思いますよ。好きにほざけ。見ろ、特にあの鎧からこぼれんばかりの上腕二頭筋。ちっ、これだから筋肉バカ。待って、おじいさん、とても辛そうな顔をしているわ。あの腕によくぶら下がって遊んだものだ。腕にぶら下がって？お孫さんですね。うなされているのを修行中よく耳にしました。小娘に聞かれるとは。向こうのわしも修行が足らんな。残念、こもりしわが肉体を使おうとは、サルファーもいい度胸だ。我が復讐の肥やしにもならんわ。だが、ブリアンのあの小さな手も、小さな体の感触が、今確かに蘇った。この無念、思い知るがいい。男の力、ダークエボリューション。まだです。まだサルファーとは戦わせません。さあ、というわけでやっていきましょう。そういえばクローネは向こうのスプラウトの弟子でしたね、確かね。青いな、この柱を先にやれっちゅうことか。無敵。え？ドイツから受けてんの？どれから受けてんのかがわからん。ん？ここにいるやつらでもないでしょ？これか。これじゃないな。え？こいつとか。え？あ、これか。違うぞ。あ、ここにあるやつ結構強そうだね。コンファインしたいな。え？何から奴ら効果を受けているんだ？こいつらか？あ、でもいいものはあるんで、アイテムはいいやつばっかなんで、とりあえずコンファインしていきますか。スピードマイナス 20%。
じゃあまあリエルさんと風炎、ヨシカちゃんでいきますか。これウォルナットで運がなかったな。行きましょう。でこいつが火が効きそうなんで、こいつまずファイヤーで倒したいですね。倒せます。行動終了。ここら辺に風が効きそうなやつはいませんか。これオールミョゾって一緒でやれるかな。まあでも追い出すことはできる。254はいけた？いけたね。あとはペースを維持しつつ倒していくだけなんだけど。102。なるほど。こいつが何からプロテクションもらってるかだよね。これか？これはアイテムじゃないな。リムーブ禁止。こいつらにコンファインしたとて出てこれないんだよね。まあいいや、とりあえずこれはターン終了しといて。危ない。場外に追い出されるところだった。これ爆撃当たんないかな。移動して爆撃172。次毛さぎりあたりでいけない。こいつ無敵なんだよね。とりあえずこいつ倒すか、ウィンドウで倒せると思います。次毛さぎりで倒して、奥の4体がね結構強そうなんだよね。メガファイヤー、やばい、めっちゃ食らった。めっちゃ食らったんでメガファイヤーが届かないところまで逃げときますか。これコンファインできないんだね。防御プラス30、攻撃30、スピード30を与えているのはこれか。ドイツがドイツに与えてるのかがちょっと見づらい。あ、これか。これがもらってんのか。HP 回復は、これか。なるほど。こっち側に何かあるというわけでもないと。何かを倒せば。何かしら倒せば多分、あそこが、ここのいけないゾーンが開くのかな。こいつをクール当たるか。当たるね。当たったら倒せる。3071。回復しといてよかったか。これバーストで。よいしょ。ウールミョゾティスで倒せるかな。当たんない。高さ的な問題か。高さ的な問題っぽいな。じゃあまあ毛さぎりで倒せるでしょう、多分。倒せる。メガファイヤーで石がやられる。石がやられると、なるほど、受け取れるものが少なくなるんだね。
コンバインしていきましょう。この種はまだ使えるね。あそこのやつらが動かんな。よいしょ、そろそろ動くか。動いてきたね。ウォルナットが遠い。よいしょ、あーこれも遠いね。向こう上がってこれないだろうから、ここら辺で待っとくか。フレイムさんは取っときたいしね。あら、それはまずい。リエールさん、キャロルで蘇らせるか。幸いスプラウトがね、まだ動いてないんでね。それが非常にありがたい。これ水があれなら、渦潮ブレードで。ああ、結構ダメージ入ったね。蘇らせるか。キャロルで。キャロルで復活させて、帰ってもらいたいね、普通に。正規の手段で。移動。本当はクールボム打ちたいけど、スイカ拾えないので。渦潮ブレード186、かなり食らいましたね。倒せるかな。倒せる。数減らしておこう、数を。ああ、それは耐えない、耐えないね。これ、けさ切りで倒せるか。倒せる。ラファエルさんがね、だいぶ強くなりましたね。とりあえず、こいつら倒してから、ボタンちゃん起き上がらせるか決めるか。魚劇。クールボム。125。で、マローネは攻撃されず。オッケーオッケー、粒プラズマで倒せたのはでかい。でこいつを倒せれば、あとは楽になるのかな。え、次は何を倒せばいいの。何かを倒さないといけないんだよね。これ魚か、魚がなんかトリガーになってる、もしかして。ああ、魚だ。魚を倒せたから、ここの3つが空いたでしょ。ということは、ここの3つを、ここまでか。ここの3つに、3つというか2つか。にコンパインして、で、よいしょ。これ、リムーブ禁止がついてるんで、宝箱はスピードが下がっちゃうけど、まあいいか。でこっからどうするかよ。これ、これは何で守られてるんだ。こいつか、こいつなのか。あの魚完全に見落としてたな。スプラウトこっちから上がれるか。
いや、とりあえず放置で。まあ、とりあえずあの魚倒してみますか。スプラウトが2人いるとめんどくさいね。まあ赤か緑かでわかるんだけど。よいしょ。さあこれで、あ、消える。次にやるべきは、センディング、レシービング。これお互いにってこと？お互いにろうそくと、このなんだっけ、ケルベロスで与え合ってるってことかな。じゃあまあいきますか。さあやってくる。スプラウトさんついに動く。915めっちゃ食らうやん。めっちゃ食らうんだけど、どれぐらい回復するんだっけ。あ、 20% か。 20% だったら次のターンぐらいまで動けばどうにかならんか。おったっとね。でスイカを持っていかれる。あ、いらないんだけどこのおじいさん勝手に乗ってきといて、どういうこと？あ、これ次スプラウトでやれるか。向こうのスプラウトの方が足速いんだよ。行動終了。うわ、めっちゃ暗い。431、急に強くなるじゃん。よいしょ。もうコンファインしてこの柱倒した方がいいよな。コンファインいきます。そうしないとスプラウトがやられちゃう。打ち上げ花火は炎技なんで多分倒せる。これでこっちのスプラウトが HP 回復しなくなったんで、201、これで倒せるんじゃないかな。次は耐えるでしょさすがに。問題はこいつなんだよ。あ、でもこいつあれか、黄色勢力だから無理に倒す必要はないのか。赤色勢力の全滅だよね多分。あ、そうだよね。だったらこれで勝てるか。あ、 OK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 。 ここ耐えたらもう勝ちよ。これでバーストで倒して OK と。いうわけでね、ちょっと時間かかりましたが、ちょっとトリックが多かったね。というわけでストーリーの方を見ていきましょう。その夜、マローネはアッシュとお話ししました。おじいさん、復讐って言ってたわ。お孫さん、死んでしまったのかしら。もしかして、他の家族も。そうだね、おそらくサルファーにやられたんだろう。マローネと一緒だ。私にはアッシュがいたもの。でもクローネは。クローネは本当に強い子だね。僕が心配する必要なんてないのかもしれない。心配しなくていいよ、マローネは僕が守る。ええ、
私はいつも守られていたんだわ。あの時からマローネはずっと考えていました。両親が死んだ時、そこにアッシュがいなかったら、きっと自分は三人分の死に押しつぶされていたに違いない。その後どんな風に生活が変わるのかも恐ろしくて想像できませんでした。そばにいるのが当たり前だったアッシュ。辛い時、楽しい時、マローネの横にはいつもアッシュがいたのです。一人ぼっちという言葉の意味をマローネは初めて噛みしめたのでした。さあ、というわけでね、次は緑の森人島に行くらしいですが、しっかりとね回復しておきましょう。今回はね、リムーブなしがあったんで、もうスプラウトはね、もうリムーブなしのもう最強と言っても過言ではないんでね、スプラウト使ってなんとかできましたが、次はね多分この流れでいくとラファエルさんが出てくるのかなと、いうふうに思います。またね鍛えてからやっていきたいと、いうふうに思います。というわけで、ファントムブレイブもう一人のマローネ編でございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。